すごくいい感じに焼けてます。あの縁は結構パリッと焼けてるんで、数十秒一緒に混ぜたらもうこれで完成。はい、はい、どうも料理のお姉さん、リュウスです。ということでですね、今回はですね、コラボ企画でございます。僕もものすごく大好きな方なんですけども、今回はですね、とんでもない方に来ていただきました。それではご紹介させていただきます。DJ コさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コーリー、イエス。はい、いや今日はありがとうございます。いやー、こちらこそ、はい、もう A ネーションのね、パープルステージ以来の時は寄ってましたね。いや、寄ってました、寄ってましたね。ガンガンに寄ってて、でもね、すごくユージさんの、わ、TRF 好きでいてくれてるんだっていうのすげー感じた。あー、またさ、あー、もう本当大好きです。本当にサバイバルダンスをかけていただいた時に、はい、20人ぐらいいたんですけども、はい、その20人の中で一番盛り上がってたのは僕です。ありがとう。まあ僕のこのチャンネルなんですけども、はい、誰でも簡単にできるっていう、料理を売りにしたチャンネルなんですけども、前情報がありまして、はい、こうさんが全くと言っていいほど料理をしないっていうような情報を仕入れましたんで、リュウジのバズレシピは本当に料理をしない DJ コウさんでもできるのかっていうような、はい、本当に恐縮なんですけども、はい、今回はコウさんに僕のバズレシピ、マジで、はい、だって僕家でお味噌汁できないですし、はい、カレーもできないです。カレーはできない。ここに材料のお肉がある時点で結構なプレッシャーだから、コウさんの初めてが入れるのはこのリュウジのバズレシピだけって言いますよ。僕緊張しすぎてものすごい飲んでるんですよ。はい、全然酔ってないんですよ。はい、憧れのコウさんと今回は、はい、牛タンが好きっていう風に、そうそうそう、はい、うちの家族結構牛タンとか好きで、はいはい、今回はですね、牛タンではないんですけども、まるで牛タンのようなつなぎもを使ったネギ塩牛タン風つなぎも、はい、ネギ塩牛タン風つなぎも、イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、これから調理をしていきます。はい、リュウジのバズレシピ。はい、はい、それでは、はい、やっていきたいと思います。はい、はい、ネギを切っていただきたい。ネギを切る、小口切りっていうのをしてもらいたい、ね、小口切り、小口切り、はい、小口をこんな感じで切る。そうそう、ちょっと最初僕やってみますね。はい、簡単です。ここでこうやってこう薄切りをしていく。あ、大丈夫です。完璧です。完璧じゃないでしょ。いや、完璧です。もうバッチリです。はい、わー、濃いな、濃いじゃなくて熱いな。バッチリです。本当にもうゆっくりで大丈夫なんで。ゆっくりしかできないですよ。大丈夫です、大丈夫。やっぱりちょっと熱いですね、これね。いや、全然大丈夫です。これで、はい、でこれで大丈夫です。ちょっと熱くない？これだって。あ、そうですね。じゃあみじん切りしましょう。はい、え、小口切りじゃなくなっちゃうかな。あ、でも全然大丈夫です。はい、これ見たことあるんですよ、なんか。あの DJ 交流にお願い。あ、いいですね、いいですね。あ、みじん切りはめっちゃうまい。 DJ コースのみじん切りが見れるのはこのチャンネルだけです。完璧でございます。こちらのネギを小皿に入れてください、はいはい、ちょっと待ってください。そういうやり方ですか。それで、おー、あ、コウさん、天才的です、これね。いきましたね、いきました、いきました。独創的すぎて。本当だよ、くれるの、本当は。こうやって入れます。肉を切る前に、ネギダレを作っていきたいと思います。ネギダレ、はい、牛タンって、あの、よくネギかかってるじゃないですか。あ、かかってます、はい、かかってます。これさえ覚えておくと、焼いたお肉とかにこうネギダレをかけていただくと、はい、あの、牛タンの味しますよ。お塩、お塩。はい。じゃ小さじ4分の1、はい、なんです。はい、このすり切りが、それが小さじ1なんです。はい、4分の 1？ これが4分の1です。今で半分とかですね。今3分の1ぐらいです。はい、あ、それぐらいです。これ4分の 1？ あ、いいですね。あ、もういい、ひとところにいっちゃうとあれですからね。はい、味の素をですね、僕のチャンネルにものすごい出てくる、はい、うまみ調味料なんですけども、はいはい、これ4振りしてください。どのぐらいの勢い？ 3、2、1、ブレイクダウン。今出たかな、今ので大丈夫だった？ 3、2、1、ブレイクダウン。ヒエッヒエッ、あっ、危ない危ない、ヒエッヒエッ、僕が痛くなっちゃうから。さ、ごま油なんですけども、はい、大さじ1杯液体のすり切り。あー、そこです。
あの昔僕ちょっと喫茶店でバイトしてたことがあって、お冷や次に行く時にお冷やを上からこんな風にやってついてて、それがかっこいいなとか思ってやってたんで、今ちょっとそういうのが読みます。あ、いいですね、はい、あの高ければ高いほどかっこいいので大丈夫です。僕のチャンネルもよくやってるので。やってますか。やってますよ。なるほど、はい。これね、かなり香り高いネギが。本当だ、いい香りがしてきた。エンダムメックス。これでネギダレは完成しました。はい、次は最大難関です、これ。ここさえクリアできれば、はい、もうあとは勝ったも同然です。うわ、はい、DJ だとお客さんフロアに集めて、はい、DJ メドレー行くよっていう前にお客さん盛り上げるところですね。そういうところです。つなぎ物は、あのここをまず、切っちゃいます。銀の皮っていうのがあるんですけども、銀皮、ここ結構コリコリしてるんですよ。コリコリしてるの大丈夫ですか？あんまりコリコリしてない方が僕は。あんまりコリコリしてない方がいい、はい、コリコリ してないのが好きな方はこうやって、この銀皮を切っちゃうんですね。このまま焼いても美味しいんですけども、うん、こう切れ目を入れていくと火の通りが良くなって食感が増す、こういう感じ。へー、はい、ここまでやると非常に砂肝は柔らかくなります。できますか？今見ただけで分かりますか？大丈夫ですか？コウさん、やっぱり手先が器用なんですね、やっぱね。いいです、いいです、大丈夫です、完璧です。そのこう、あ、切っちゃいましたね。あ、そうですね、切っちゃいましたね。ちょっと残しましょう。ちょっと、はい、ちょっと残しましょう。切っちゃいましたね、これ。一回押して切るみたいな。あ、そうです、あ、こういうことか。あ、そうです、そうです、そうです、完璧です。90年代の J-POP が僕大好きなんで、今日は一緒にもうコラボさせてもらってるんで、はい、その辺の選曲の感じを、はいはい、そうですね、私もじゃあ、はい、TK メドレーとか90年代だったら、つかみはやっぱりじゃあゲットアイドルからいきますか。じゃあゲットアイドル、もう 100% です、ね、100% そこで掴んで、ゲットワイルド行った後の、はい、Do you want me got a candy girl、 キャンディガール大好き、キャンディガール行きましょう。ビートゲーザーをここで持ってきましょう。あー、ここでビートゲーザー、伊藤下行きますか。あー、いいですね。りょうこちゃん行きましょう。ほぼほぼ頭の中で流れます、ね、タダタンタタンタタンで、トモちゃん、トモちゃんまでいったら次、じゃあリュウジさん。なんだろう、プレイリストが見たいな、僕の。まあ、浜田さんですかね。プレイチャンネルにしていい、ツッチャッツッチャッツッチャッっていう感じじゃないですか。じゃあそしたら、まだそのレゲエの感じを残したいか、それか同じテンポ感をちょっと緩くしていくか、上げていくかなんですね。あ、なるほど、そういうのがあるんですね。お料理もそうだと思いますけど、はい、着地地点をどこに持っていくか。あ、着地地点は最後は、はい、イージードゥダンスサバイバルで、あ、もう終わりましょう。そうですね、あのそこに行くまでですよね。で、やっぱり残ってるのは、あと、あの、あ、ナミエちゃん、アグロナミエちゃんですよね。そうですよね。ナミエちゃんのメドレー行っちゃってもいいんですか。あー、そうですね。ドンツ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 ダーンダンダン、あー、あー、来たわーってみんな使いますよね。もう 100% です。 100% いきますよね。 100% いきますよね。はい、ボディフィールあたりで、ね、あー、まあ、そうですね、ボディフィールはもう盛り上がりますよ、それね。ボディフィール行ってチェイスじゃチャンス行って、あー、もうその流れで完璧ですね。さあ、そろそろ盛り上がっていくぜーな感じで、はい、グローブ行きましょう。あーね、フィーライクダンス大好きっす。何気に切れましたよ。はい、切れましたね、ありがとうございます。剥いた銀皮っていうのは、あの、これもまたちょっとまた別で調理しようと思いますので、まずちょっとお塩2つまみぐらいいっちゃっていいかな。なるほど、2つまみ、はい、はい、僕もうちょっと やっちゃいましたけども、はい、コウさん、じゃあここに油を引いていただいて、テフロンの効いたちょっと小さめのフライパンです。フライパンポンポンポン、500円玉引きましょう。はい、意外と繊細ですね。これいくら？これは1円ぐらいですね。あ、薄いから？あー、はい、オッケー。油多ければ多いほどうまいっていう。火をつけていきましょう。え、マジで？ファイヤー！ファイヤー！ドク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 、何火？これは。何火だっけ？中火。中火お願いします。一回この油とフライパンを温めます。まだ風呂は温まってなかった。風呂は温まってない。これからか、温めるのは。これからです。風呂温まってるかどうかを確認するのは、こう手をかざしてこう熱気を感じるんです。フロアの熱気を。温まってますね。温まってます、温まってます、温まってます、完璧です。やっぱりフロアとフライパンはなんか平均に行きたいなっていう。ああ、全体的に炒めるような感じで、ちょっと焼いては返す、うん、ちょっと焼いては返すみたいな感じで、ずっと動かさなくても大丈夫です。筋も入れてます、ね、火が通りやすい。ヘラで描いてもいいんですけど、こう揺らすだけでも結構お肉って転がるんです、ね、上って そこまで火が通ってないところ、はい、ちょっと赤いとこあります。あります。そしたら、まあ、こうやって返す。おお、フライパン返すときは、はい、押して引くんです、ね、はい、
なんかこう回転させる方がいるんですけど、はい、押して引くと、そうです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 、あ、今もう完全にできてます、今そうですそうです、そういうことですそういうことです、そういうことです、え、あーい、そういうことです、あーい、あー、あ、洗いが手なんで大丈夫、はい、ふわよし、はい、注入して注入して、焦げ目がチラホラって出てくるんですね、焦げ目がちょっと今グラサンで分かんないんですけど、グラサン、グラサン、そう、もう完璧にもうすごくいい感じに焼けてます、あの縁は結構パリッと焼けてるんで、これぐらいの火の通りになったらもう、はい、完成できました、はい、火を止めます、ここにネギが全部加えます、全部、そうです、入れちゃってください、いっちゃいます、イエス、ネギダレを加えて少し火を入れることによってネギの辛みが抜けるんですね、はい、そしてさっきの要領でちょっと返してもらって、はい、はい、あ、いいですね、いいですバッチリ、あー、いいです、バッチリです、バチです、数十秒一緒に混ぜたらもうこれで完成、はい、はい、それではできましたので、はい、うわー、もう完成、完成です、はい、じゃあ盛り付けを、盛り付けますか、はい、あ、いいですね、バッチリです、黒胡椒を、はい、はい、ちょっと振っていただいていいですかね、パパッともう振っちゃって、そうですね、あ、コウさん、あの皿からはみ出てる縦振りで、あ、そうです、はい、あ、いいですね、これもうちょっと完璧です、あ、いいですね、ダッツ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 正直ほとんど僕作りましたよね、だってね、ほとんどコウさんです、うわぁ、びっくりした、ほとんどコウさんです、これをいただきます、うわ、美味しいちょっと僕もいただいていいですか、コウさんが かなりいい感じでノリノリでかけていただいて、胡椒がいい感じになってますね、焼き加減バッチリです ね銀皮抜いたんで、はい、すごく食べやすくなってますね、これは美味しいわ、美味しい、自分で作って食べるとなんか全然違うな、自分で作ったのが美味しいって思うとやっぱり料理って楽しくなってくるんで、うん、なので今回はコウさんが自分で作っていただいて、うわ、美味しいっていただくっていうのが、これがやりたかった、わー、いける、よかった、これやっぱり切れ目入れてるのがいいですね、切れ目入れないと硬い感触になっちゃったりとか、なるほどなるほど、あとはその中まで火が通ってるかどうか分かんなくなっちゃうんですよね、今回はね、すごいいい火の通り方ね、コウさんがね、いい感じでフライパンを入れていただいたんで、うまいっすよね、これね、こちらは余った銀皮を使って、はい、ちょっとおつまみ風に軟骨みたいな感じで食べていただくと、いただいていいですか、これもじゃあ、柚子胡椒とポン酢、あ、また違った食感です、はい、コリコリしてるのはすごいジュワーってきますね、どうですか、あのコウさん料理を、はい、やっぱりあの料理するのがもう苦手意識があるから、はい、でも苦手意識って言い訳ですね、単純にね、やってみると、はい、こんな美味しくできるんだっていうのが分かったし、これを準備してっていうのをいっぱい詰め込んで、はい、やんないとダメなのかなと思ったらそうでもなく簡単にできる、簡単っていう言葉が僕から出るのが不思議なぐらいですけど、あ、もうそれはもう最高の褒め言葉ですね、はい、僕からしてみると本当に食卓でできるようなものが作れるというのはちょっと人生変わりましたね、変わってきました、これ嬉しくてしょうがないですけど、いや、どうしたらいいかというとですね、今度ぜひともこの CD を使って DJ をやってくれればいいです、オトレイジャパンという CD をね、3月に出したんですけど、ノンストップミックスで、ちょっとセットリスト見ていいですか、どうぞ、上がっちゃいますよ、これもう終盤で締めなきゃいけないいや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 、上がっちゃいますよ、え、全員乗れるでしょ、これいい、ありがとう、あ、じゃあちょっとコウさんにもじゃあちょっと仲間のレシピを、はい、はい、わー、嬉しい、これで作って僕、インスタとか上げさせてもらいます、本当ですか、それ感謝感激 DJ コウです、ということで今日は DJ コウさんに無茶振りで料理を作っていただいたんですけども、本日は本当にありがとうございました、リーズさんありがとうございました、こちらですね、僕が DJ コウさんのチャンネルで作ったですね、はい、料理も公開させていただいております、はいはい、そちらもですね、ぜひぜひチェックしてください、はい、またぜひですね、別の機会でコラボをしていただければ、そうですね、はいはい、ありがたいと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました、ヒュー、すごいなこれ、あ、もう全部ハマりますこれでしょ、あ、MCD さんもはいますね、あ、だって生き物がかりから MCD からず、コンプレックス、この最初は畳みかけがすごいですねこれね、そうそうそう、あ、
ごいこれ USA 行って、金箔行って、みたいなで、3代目行って、みたいな。この間僕、あの金箔の桐下さんと一緒にそう、テレビあの共演したので、あ、そうなんすか。いや、ちょっと、いや、これはもう本当にこのまま流すはい、よかったら料理と一緒に皆さんで盛り上がっていただければ。めっちゃ嬉しいね、めっちゃ嬉しいこれ。